それでは本日のウェビナー、民主化とガバナンスの両立、データ活用を推し進めるルッカーと題しまして、始めさせていただきます。では本日の講演者のご紹介です。まず最初に、ルッカーアカウントエグゼクティブの皆川より、ルッカーの概要、また国内事例について簡単にご説明をさせていただきます。その後本日お招きしております、株式会社 DNA の システム本部分析推進部部長、ハンダ様より、DNA 社内でどのようにルッカーを活用っていただいているのか、具体例を交えてご説明いただきます。それでは弊社、営業の皆川よりご説明をさせていただきます。皆川さん、お願いいたします。はい。では皆様、はじめまして、ルッカーで営業しております、皆川と申します。よろしくお願いいたします。 まずは少しだけルッカーの事例とルッカーの特徴をご紹介させていただくお時間をいただければと思います。すでにルッカーのウェビナーなどにご参加いただいている方もいらっしゃると思いますのでご紹介するスライドはポイントを絞りまして3枚だけお話をさせていただきます。 まずはじめにご覧いただいておりますスライドですが、これは国内のルッカーご採用実績になっています。ご覧いただいているのはあくまでも一部でして、ルッカーは現在、グローバルの導入実績が2100社を超えている状況にございますで。国内は55社を超えている状況にございますので、多くのお客様にご利用いただいております。でゲーム業界では本日事例をご紹介いただ,いていただける DNA 様をはじめ、バンダイナムコエンターテイメント様、DMM ゲームス様、 ガンホーオンラインエンターテインメント様ハイパーカジュアルゲーム領域の芸者東京様にもご採用いただいておりますでゲーム業界のです、ね、お客様に多くご採用いただいている背景にはゲーム業界特有の課題が関係しているというふうに捉えておりますそれはですねやはり多くのリソースや時間を投じたタイトルが実際に当たるかどうかはリリースするまで分からないというリスクをはらんでいらっしゃったりですとか リリースしたタイトルを少しでも長く濃く楽しんでいただくための打ち手を探すという、まあ、ニーズといいますか宿命があるというふうに認識をしています。なので、多くの方がデータを扱う土壌が出来上がっていらっしゃるというふうに感じておりますで。その結果、既存のビジュアライゼーションツールでの運用に限界を感じられて、その先の選択肢としてルッカーをご選択いただけているのだというふうに考えております。 でその他ご覧いただいている様々な企業様にもご利用いただいておりますで。お伝えしたいのは、大小関わらずご採用いただいているという点です。ルッカーはですね、BI ツールなので、データの可視化は当然抑えているんですけども、そのコンセプトに置いているのは、データガバナンス、データの確からしさ、ここにコンセプトを置いています。これがですね、他社ツールとの大きな差になっております。 なのでデータがサービスの根幹であるですとか競合優位の厳選になると考えていらっしゃる企業様というのは我々のコンセプトに共感いただいてご選択いただけているというふうに考えておりますでデータ、データガバナンスという点に関して本日細かなご案内というのは割愛させていただきますがちょうどルッカーの特徴をご紹介するスライドで補足をさせていただきます で2枚目のスライドですが、えー、1つだけ事例をピックアップしてご紹介させていただきます、えー。ガンホーオンラインエンターテイメント様の事例になっています、えー。ガンホー様はですね、SQL ライティングの負荷ですとか、ダッシュボードのメンテナンス工数が膨大にかかっているという課題をお持ちで、えー、いらっしゃるお客様でしたあ。ルカをご活用いただく前は、もともとすでにビジュアライゼーションツールを採用されてい,たいらっしゃったんですけども、えー なかなかですね、ビジネスユーザーの習熟が進んでいらっしゃらなかったと。それによってデータの活用が浸透しきれていないという状況にございました。結果的にデータ抽出依頼がどん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 増えてきて、その負荷を解消するために IT 部門様の方でダッシュボードをタイトル数分作成していくということをされていたようです。ただですね、やはりダッシュボードは作って終わりではなくて、指標の定義が変わればダッシュボードの数だけメンテナンスが必要になりますし、 ダッシュボードだけでは足りずに、もっとこんなデータを見たいという要望がやっぱり出てきますので、アドホックなデータ抽出依頼は減らずに、非常に重いコースがかかっていらっしゃったというふうな状況にございましたで。おそらくこれを聞いて頷いていらっしゃる方も多くいらっしゃるというふうに思います。 で現在はですね、ルッカーをご採用いただいておりまして、ルッカーの機能で事前にデータの辞書作りができる機能がございます。でこれを使ってしまえばですね、ルッカーが自動で SQL を生成しますので、SQL を書く工数自体を大幅に削減いただくことができます。で加えて、ビジネスユーザーの方でもアドホックにデータを分析できる環境を整えることができている状況にございます。結果的に、ビジネスユーザーの方でもデータを根拠に意思決定ができるデータの民主化、 これを推進いただきつつ IT 部門の担当者様の負担を減らせるので本来業務ですとか多くの時間を必要とするようなハイレベルな業務にリソースを割くことができるようになっていらっしゃいますで、こちらが最後のスライドです l o o k の特徴3点をご紹介させていただきますえ、まずは左のノーデータアップロードです ルッカーはデータを腹持ちせずにお客様がお持ちのデータベースに直接クエリを投げて返される結果データ、こちらを可視化する仕様になっています。Google もビッグクエリ持っていますが、処理速度の速いデータベースのパフォーマンス、これをフルに活用いただけるという点がこの特徴のメリットになってきます。特にゲーム業界様ではデータ量が膨大になることが多いので、早く集計できる。これは非常に重要な要素だというふうに考えております。続いて真ん中のデータ闘技。 データ定義の統一の RookML というものに関してなんですけども、実はこれがル o o k e r の着物機能になります。先ほどル o o k e r はデータガバナンスをコンセプトに置いているとお伝えしましたが、それがここに該当しています。この RookML ですが、SQL を抽象化した言語になりまして、エンジニアやアナリストの方々が都度 SQL を書いてデータを抽出いただく代わりに、 あらかじめこのルックエメリーによってデータの辞書作りをしていただきます。例えば売上という指標も、売上をですね、税抜き、税込みどちらにするのかですとか、ユーザーが課金をしたタイミングなのか、それとも実際に会計上計上されたタイミングなのかといった定義のズレによって、やっぱり数字って異なるので、この定義を事前にモデリングしておくイメージになってきますで。定義作りをしていただきますと、 画面上に日本語で書かれた指標が表示されてきますので、ビジネスユーザーの方は複雑な SQL を用いずとも日本語の指標を選択いただくだけでデータの集計と可視化をしていただくことが可能になってきます。 でその際ですね、裏側では l o o k m l の定義に基づいて、l o o k e r が SQL を、えー、自動で人に代わって生成してくれますので、アナリストやエンジニアの方々の SQL を書くコースを大幅に減らすことができますし、えー、誰が使ってもデータの定義がぶれないという環境を作り出していただくことができます。それでこの l o o k m l は再利用性が高い点もメリットになりまして、 ダッシュボードが大量にあっても、大元の定義を変更いただければ、そのデータを活用しているダッシュボードのメンテナンスが完了するという運用も実現することができます。ルックエメルですね、さらに Git 連携もできますので、バージョン管理にも非常に優れております。 これが真ん中のルッカーの着物機能になっていますで。3つ目は既存のワークフローとの連携に強みがある点になります。お客様が既にお持ちのシステムにルッカーで作成したダッシュボードを組み込んでいただくこともできますし、スラック上からルッカーのビジュアルレポート、これを呼び出していただくこともできます。皆様の業務の中に自然とデータがある環境を作り出すことができる。そんなイメージです。 その他分析したデータをルッカー画面上から直接試作ツール例、リスト連携するような機能も保有しておりますので、例えばマーケターの方がゲームアイテムのアップセルキャンペーン、これを実施する際にリードタイムなしにキャンペーン対象リストに向けたアプリプッシュ、こういったような試作実行へエンジニアの方を頼らずに推進いただくことができます。これもルッカーの強い特徴になっております。 以上があルッカーの特徴になりまして簡単にまとめますといわゆる BI がデータ集計とデータの可視化をカバーしているとするとルッカーは集計の前段階であるデータモデリングと集計可視化をした後のアクション連携までカバーしたデータプラットフォームこういった位置づけのソリューションになっております、えー、もしご興味をお持ちいただけましたら後日、弊社営業から詳細ご案内いたしますのでお気軽にお問い合わせください 以上が私からのご案内になります。えー、前,置が前置きが長くなってしまい恐縮ですが、あ続きまして具体的な事例を株式会社 DNA の半田様にお話しいただきます。半田様、それではどうぞよろしくお願いいたします。DNA 分析推進部のマネージャー、半田と申します。分析推進部は、事業部を横断し、DNA 全社の分析基盤及び分析ツールの開発運用になっている部門です。 本日はモバイルゲーム授業を念頭に分析基盤及びデータエンジニアリングにおける課題に対して、ルッカーをどのように活用しているかをご紹介できればと考えております。よろしくお願いいたします。 まずは DNA のモバイルゲーム事業における分析基盤の課題の移り変わりについて説明させてください DNA が本格的に分析基盤を構築し始めたのは2015年2010年頃です背景にあったのはモバゲープラットフォーム事業ですねプラットフォーマーとして数百から数千のブラウザゲームタイトルの各種 KPI を集計レポーティングする必要がありました オンプレクラスターを構築し、マップリデュースの実装や集計用の特殊な DSL を扱う必要があったため、組織としても分析の専門部隊にメンバーを集める形になっていました。この頃を重視していたのは集計データの品質で、プラットフォームとして統一された基準で各種 KPI を集中管理してする形になっています。 そして2014年頃ですかね、やがてモバイルゲームの主戦場がブラウザからアプリに移りにつれ、分析基盤へのニーズも変化していきます。プラットフォーマーの統一されたデータから立場が変わり、デベロッパー、パブリッシャーとしてタイトル個別のデータの要件に合わせた柔軟な基盤の対応が非常に重要になってきました。これは現在も続いております。この頃技術的には、 専用の DSL ではなく、標準 SQL を用いた集計基盤に移行すべく、Hadoop 上では Hive や Press と、分析用列指向 DB であるバ a r c i a そして BigQuery など、複数の SQL 集計基盤を併用するなどして、技術的な模索をしていた時期でもあります。また、この頃、SQL 分析基盤に合わせ、SQL ベースの BI ツール、これ Argus っていうんですけれども、これを 内ししました当時は SQL を活用するに適した良い OSS やあるいはその製品が選択肢になかったので内省したのですがこれは結果的にはすごく大成功を収めます SQL によりデータを扱う指揮が大きく下がったのですねこれによりほぼ全てのゲームタイトルその他の授業で BI ツールを使ってあとデータを使っていろんな意思決定を行っていくというのは ごくごく当たり前の状況になりました。DNA においてデータの民主化が一気に進んだと言えるでしょう。組織については、各利用部門にアナリストが分散し、各現場のニーズに密着して対応するというような体制に変わっております。プラットフォーマー時代については、そのデータを扱えるメンバーを一元集約した専門組織だったのが、この民主化の時代においては、 各チームにアナリストがいるのが当たり前というふうに変化したわけです。データエンジニアリングとして重視していたのは、環境に合わせて利用部門のデータ利用を促進するための各種施策。具体的には先ほどあった SQL ベースの使いやすい BI ツールの内製であったりとか、複数の分析基盤やデータパイプラインの構築を省力化するための ETL ツールの内製開発などがこれに当たります。 そして、直近数年の事情としてはビジネス的には開発スキームの変化とともに自社,で自社の担う役割とステークホルダーの多様化というのは挙げられます技術的には共通機能のコンポーネント化が進みましたパブリッシュに必要な機能や認証周り課金処理の周りなどその他さまざまな共通機能が環境変化に対応する形で内部標準化効率化されました このあたり、プラットフォーム自体はプラットフォームの API という形で標準化されていましたが、一旦これがモバゲーではない様々なプラットフォームにパブリッシュデベロッピングをするという立場になった中で、一旦ばらけてしまったんですけれども、改めて社内ノウハウとしていろいろ内部の仕組みというのが共通化されていったという流れがあります。そして分析,か分析基盤の観点では、各タイトルでの活発なデータ活用が進みつつも、ダッシュボードや中間集計の品質 維持の観点では、各チームごとに俗人化が進むという課題が生まれました。内政 BI ツールのア r ガスには、数十タイトルのダッシュボード、レポートが登録されています。各タイトルごとに見ると、それぞれのタイトルで数百のレポートが存在し、そしてその一,一つ一つのレポートの中を見てみると、SQL が数百行にわたって書き面になっているというような、そのような状況になって,なっています。 ここまで直近につながる流れの流れを分析基盤の課題の観点でまとめると、プラットフォーム事業を背景に集中管理と品質の時代があり、デベロッパー・パブリッシャー事業を背景に個別管理と民主化の時代があり、そして現在は民主化による能動的なデータ活用をこれを維持しながら、より品質の高いデータ分析を行っていくためのデータガバナンスを両立する仕組みが求められているという このような流れになっています。ここまで DNA の分析基盤の課題の編成の経緯を説明してきました。ここからは現在、ゲーム事業の分析基盤に求められるものを整理しつつ、それに対してどのようにルッカーを活用しているかを紹介して,介していきたいと思います。分析基盤に求めるものを 授業環境由来の観点と、組織環境の由来の、組織環境由来との観点で整理してみます。授業環境に由来する部分は、まず複数タイトルの同時並行運用があり、これに対応すること。そして開発スキームに合わせ、外部を含め多様なステークホルダーに適切なレポーティングができること。そして各タイトルのスペシフィックな 個別の分析とタイトルを横断した事業管理の両方に対応できること。組織環境に由来する部分で言うと、各タイトルに浸透した能動的なデータ活用の民主化カルチャーを維持・促進できること。そして、各タイトルでの集計データの品質を担保すること。それから、ダッシュボードの利用状況や集計基盤の効率的な運用ができること。代表的なものについては、 こんな感じでしょうか。そして、これらについて、どのようなアプローチをしていったかというと、えー、このスライドでハイライトしている部分、複数タイトルにまたがる共通集計データの品質担保、複数タイトルの利用ログの集計モニタリング、これらについては、共通データの管理として、ルッカーのモジュール機能を活用しています。 各タイトルにおける様々なチームの連携や外部ステークホルダーへのレポーティングには柔軟なアクセスコントロールが必要です。これについては、ルッカーの API を活用した権限管理の仕組みを作り込み対応しています。各タイトルでの能動的なデータ活用や外部ステークホルダーへのレポーティングについては、ルッカーの組み込み機能を活用しています。既存の内製 b i ツール ARGUS に ルッカーをエンベッドすることで、利用者に既存の体験から大きな乖離をすることなく、道具のアップデートを行うことができます。既存のアーバスには、各タイトルごとに、数百から、あの、数百のレポートやダッシュボードが登録されているという話をしましたが。これは、実態としては、レポートのコピペや、アドホック分析用のレポートが、いつまでも放置されている、ということに、要因の一部があります。 ルッカーでは、この定義や、各データの定義やレポートを Git に連携させて容易にバージョンを管理することが可能です。これについては DNA の工夫というわけではありませんので、本日は紹介しませんが、ルッカーの大きなメリットの一つといえるでしょう。では、共通データの管理、アクセスコントロール、そして組み込み機能を使った既存ノウハウを生かす仕組み。 この3つのアプローチについて紹介していきたいと思います。共通データの管理については、データをタイトル横断で一元的に集約したものを各タイトルに配布するパターン、そして各タイトルのビッグクエリに散らばっているデータを集約してモニタリングするパターン、この2パターンについて紹介します。まず1つ目。 リテンションレートやダウなど各タイトル共通となるようなベーシックな指標についてはゲーム共通コンポーネントのログから集計しています。そしてこれらの集計定義をタイトル横断で統一つつ,統一つ,つ,つ各タイトルの各タイトル現場でのデータ分析でも信頼された分析対象の元データとしても活用するためにルッカーのモジュール機能を活用しています。 ユーザー認証や課金処理など共通コンポーネントのログは分析共通ビッグクエリーでデータエンジニアによって扱いやすいように加工されてから各タイトル個別のビッグクエリーに当該タイトル分のみにフィルターをかけロードされています元データを標準化していても元データの定義をこのように標準化共通化したとしても そのデータを使った指標の算出方法にばらつきがあっては、結果として指標の定義は揃いません。だからといって、集計済みのデータっていうものを配布してしまったのでは、タイトル個別の柔軟な深掘りの元データとして扱うことはできなくなってしまいます。そこで必要なのは、集計指標の定義を共有する仕組み、計算方法を共有する仕組みです。これを目的として、 共通指標定義ルッカープロジェクトを作成します。この共通指標定義ルッカーの中で、その各種指標の扱い方というものを定義します。これをタイトル個別のルッカープロジェクトから参照し、継承することができます。これは、えー、マニフェストファイルで外部プロジェクトを参照する設定をすることで可能となります。はい。どうでしょうか このように共通データの配布と、それを扱う方法。これをロッカーのモジュール化機能を活用して配布。これを同時に行うことで、指標を横断的に統一するとともに、各所で柔軟な深掘り分析にも耐え得る元データを提供することができるのです。今度は、データを配布する先ほどのパターンとは逆に、 各タイトルのビッグクエリの、各タイトルのビッグクエリに散らばっているデータを集約して、一元的に管理者がモニタリングする方法について紹介します。この説明でのユースケースとして、ここでは集計基盤の利用状況のモニタリングを想定します。各タイトルのビッグクエリにあるオーディットログやインフォメーションスキーマを横断的に収集するために、管理用のサービスアカウントを発行し、 分析基盤共通管理用のルッカーに登録します。で、このルッカープロジェクトのルック ML によりデータソースへのアクセスとそのせ、<laughs> 失礼しました。ルック ML によりデータソースへのアクセスとその整形の方法、集計の方法を記述することができますが、その整形結果を実態を持ったテーブルとして 永続,するか永続化する機能が、er、にはありますこれを d e r i v e d Table というのですが、この機能により横断集計テーブルを手間なく作成することができます。この場合、複数の BigQuery プロジェクトにまたがって存在しているオーディットログをすべてユニオンして、その上で成形するといった処理。これ、普通に実行するとかなり重たいクエリになってしまうんですが、そのクエリの実行結果を l o o k e r 内部に 実体化するデライブドテーブルを使うことによって横断集計テーブルが簡単に作れるという流れです。管理対象のビッグクエリがうーが、つまり運営タイトルの増減があったというそのような場合には、この共通指標定義、えー、この共通管理用のルッカープロジェクトのデライブドテーブルの定義をメンテナンスするだけで適切なモニタリングを維持することができます。 あとはこのデライブドテーブルを参照し横断利用モニタリングダッシュボードを作成するだけですこのように煩雑なデータアクセスをまとめて管理しつつ複数のビッグクエリーにまたがるような重たいユニオンなどが発生するような場合においてもデライブドテーブルを活用することで手間なく高速にダッシュボードから参照することが可能となります次にアクセスコントロールについて見ていきましょう データへのアクセスコントロールの要件自体は状況によって様々でしょう。ここでは要件に合わせた柔軟なコントロールをルッカーを用いてどのように実現しているかについて紹介します。アクセスコントロールやダッシュボードコンテンツのダッシュ分けが必要な状況をいくつか適当に並べてみました。経営管理スタッフ、カスタマーサポートスタッフ、個別タイトルの運営メンバー、 うん、アクセスしてくるもの、ものの立場が変われば、それぞれ見ていい範囲というものも変わるわけで、これを列挙していくと、業務上の要件というのはかなり複雑になり得ます。また、ルッカーアカウントの、ルッカーのアカウント自体もうまく管理していきたいですよね。ルッカーでは、ロールを自由に定義し、個別の権限を柔軟にカスタマイズするということが可能です。しかし、やろうと思えば何でもできる自由度の高い設定項目を、 手動ののオペレーションででカスタマイズしていくのはお勧めできません必ずオペレーションミスをしますますずは、社内の要件をよく整理した上で、必要な権限を Looker API 経由で操作するべきです。Looker では、あらゆる操作を API で行うことが可能になっております。DNA では、この権限管理を行う管理ツールを作成し、必ずツール経由で API 操作を行うことにしています。 これによりオペミスを減らせるのですがしかし、どのアカウントがどの道路に属するべきかというのをいちいち管理ツールを操作していくのは非常に面倒です。利用者が広がれば広がるほど管理者の負担が大きくなってしまうからですね。また、ゲーム開発の現場では日々開発メンバーの出入りというものもあって、ちゃんと意味のあるそのアクセスコントロールを維持していくためには、ここのオペレーションをスムーズにしていかないと。 破綻してしてままいますそこで、現場では、ルッカーのロールと対応付けた Google グループを管理してもらうという形を取,ります取っています。各タイトルごとに管理者を立て、そのタイトルごとにメンバー管理をこの Google グループを使って異常するという形です。管理ツールは、対象の Google グループへのメンバーの追加削除を自動検知し、 裏側でル o o k e r API を使って権限情報をシンクするのです。Google グループはすでに各種ドキュメントやその他ツールの権限管理と連動しているので、それらのグループとに相乗りする形で、スムーズに、運用もスムーズに、この権限管理の仕組みというのをル o o k e r に導入することができます。 えー、内政 BI ツール ARGUS によって、ルッカ k e r 導入以前から現場でのデータ活用は浸透していたという話をしました。このカルチャーを維持しつつ、ARGUS Ar 周辺のノウハウやプロセスをルッカ k e r とどう融合させるかという話をします。ルッカ k e r には他のツールにダッシュボードを組み込む機能があります。このエンベッド機能を使って内製 BI、ARGUS へ RUCKER そのものを組み込んでしまいます。 これにより、社内の既存 BI 利用者の体験を一定維持したまま、ルッカーへの移行が可能となります。また、このルッカーを埋め込むと、あルッカー埋め込みと、先ほど紹介した管理 API ツール、管理ツールの API 操作ですね、これを統合したツール、これを社内では r g a s 2と呼んでいます。また、外部へのステークホルダーへのレポート提供も、この r g a s 2を通じて、 適切なスコープで安全に実現することができます。実際のスクリーンショットを紹介するのは差し障りがあるので、お見せできる部分は少ないのですが、Argus2 の左ペインはツリー構造のナビゲーションを作ってあり、ダッシュボードを構造的に管理しやすくなっています。これは既存の内成 BI である Argus の,あのレイアウトを引き継いでいるものですが、 あの、DNA 内でのアナリストやダッシュボードの利用者は、この形でのナビゲーションに非常に慣れ親しんでいるので、これを RGAS2 でも引き継いでいます。また、分析基盤管理者、あるいは各タイトルごとのプロジェクト管理者など、各自の権限に応じた管理メニューが、この RGAS2 に、RGAS2 を通じてアクセスすることができます。通常の ルッカーの WebUI とこの Argus2 の使い分けですが、RookML の開発や編集といった開発業務はデブライセンスを持っているユーザーがル o o k e r u i 上で行い、それ以外のダッシュボードやエクスプローラーの利用者は Argus2 を通じて行う。このような使い分けになっています。Slack 連携やメール連携と合わせ、 ルッカーのこのエンベッド機能も利用者の業務プロセスにフィットした利便性を設計するために非常に重要な機能として活用できます。はい、ここの部分ですね。これ拡大するとパワードバイルッカーとそのロゴが入っているんですけれども、以上ゲーム授業観点で分析基盤に求められるものとそれに対してルッカーをどのように活用しているかを紹介させていただきました。 ざっくりとまとままめていきますプラットフォーム事業を背景に集中管理と品質の時代がありましたデベロッパー・パブリッシャー事業を背景に個別管理と民主化の時代それを経て現在は民主化による能動的なデータ活用とデータガバナンスを両立する仕組みが求められているという流れでしたこの民主化とガバナンスの両立これを求められている分析環境の構築にモジュール化による再利用性 データアクセスの煩雑さを一元管理する。そして、全操作 API 経由で行えることを活かし、自社の都合に合わせた業務フローを作り込む。組み込み機能を活用することで、既存のツールや業務,業務フローに無理なく組み込んでいく。Looker のこれらの特徴を活用しながら、この新しい分析環境の構築に取り組んでいます。以上で以上と。 私の今日からお伝えしたいことは以上となります。皆様のルッカー活用の参考となれば幸いです。ありがとうございました。